OpenMPI はメッセージパッシングインターフェースライブラリーのプロジェクトである。FTMPI、LAMPI、RAMMPI LA、RAM PETIXMPI など、いくつかの他のプロジェクトの技術やリソースを組み合わせて作られている。トップ500のスーパーコンピューターの多くで使用されており、2008年6月から2009年11月まで1位だったロードランナーや、 2011年6月から2012年6月まで1位だった軽コンピュータでも使用されている。オープン MPI は次の3つの有名な MPI 実装を合わせたものとなっている。これらの3実装を開発したチームにシュトットガルト大学のペチ XMPI チームのコントリビューターを加えた4社がオープン MPI 開発チームの創立メンバーである。オープン MPI の開発者は一つ以上の領域で優れている実装としてこれらの MPI 実装を選択した。オープン MPI の目標は各プロジェクトで使用されている最も優れたアイデアと技術を使用することであらゆる領域で優れた世界レベルの一つのオープンソースの MPI 実装を作成することである。オープン MPI プロジェクトではトップレベルの目標として 以下のような目標を定めている。オープン MPI のコードには、主に3つのモジュールが含まれる。ありがとうございます。